こんにちは、モニカです。前々回と前回はクリスチャンではない方向けにクリスチャンのイメージをぶっ壊す話をしてきましたが、今回はクリスチャン向けに教派の垣根をぶっ壊す話をします。以前も何度かお話ししたように、私はカトリックの中学校と高校を卒業後、プロテスタントの大学在学中にカトリック信者になりました。ですから最初からカトリックとプロテスタントを両方見るチャンスがあったのですが、最近意外とみんながそうじゃないということに気づいてきました。どういうことかというと、自分の教派しか知らなくて違う教派のやり方にアレルギーを起こす人がいるということです。そしてそういう人は、相手のやり方が間違っている、自分の教派のやり方でやるべきだと相手を批判します。教派の違いはありますよ。例えば洗礼は水を頭からかける教派もあれば、全身を沈めるやり方の教会もあります。それでいいじゃないですか。どっちが間違ってるとかありませんよ。みんな同じにならなくてもいいんじゃないですか。私はプロテスタントの大学でカトリックと違うところがあるなぁと思っていましたが、それが悪いことだとは思っていませんでした。同じ神様ですが、人はそれぞれ個性が違いますから、カトリックのやり方が合う人、プロテスタントのやり方が合う人がいるのが当たり前ですから。大学の先生方もカトリックの私を尊重してくれて歩み寄ってくれる方ばかりでした。大学では一度もカトリックを悪く言われたことはありません。だから私も他の教派に歩み寄りたいと思うんです。ここでキリスト教の話ではありませんが、私の体験の話をさせてください。私は英語を話せます。中学校と高校の時にイギリス人シスターから英語を教わりましたから、イギリス英語になりました。ある時、アメリカ英語しか認めない人にいちいち私のイギリスっぽい発音を指摘されていたんです。トマトじゃない、トメイトとか、ハリーポッターじゃない、ハリーポッターとか、アメリカ英語に直せって言われてたんです。どっちだっていいだろうと思いませんか？アメリカ英語を話す人はそれでもいいんです。私はイギリス人シスターから教わった通りに発音していますから、それを間違ってるなんて言われたらすごくショックなわけです。アメリカ英語とイギリス英語、どっちでもいいよね？ Your British accent is so cool と言ってくれるコミュニティに属していたら、私はとても幸せでした。同じことが教派の違いでも言えると思うんです。アメリカ英語とイギリス英語、どちらが間違ってるとかないじゃないですか。どちらでも正しいですよね。それをお前違うだろうと言われたらそれは嫌ですよ。カトリックもプロテスタントも聖公会も聖教会もどれが間違ってるとかありません。同じ神様ですよ、私は思います。知らないうちにアメリカ英語しか認めない人にならないように、自分以外の教派のことも知ってください。自分の教派以外のやり方を知ってください。自分以外の教派の人も同じ神様を信じていて、決して間違っていないということを知ってください。ひどい人だと自分の教派以外のことを知らずに 100% 善意のつもりで他の教派のやり方や行事を、それってどうかと思うんだよねと言ってきます。例えば私はカトリックですから、イメージで、あなたが頼るのはマリア様じゃない、マリア様は神様じゃないとか、教皇が神様なんでしょみたいな感じで言ってくるんです。自分のところのやり方しか知らないんですよね。そちらの教派には聖人数形とか教皇という制度とかありませんからね。正確に理解することなく、自分の知らないものは間違っていると思ってるんです。しまいには間違っているかどうか神に祈って聞いてください、許しの奇跡を受けろ、悔い改めるように祈っていますとか言ってきますからね。自分のところのやり方だけが正しいという考え方を捨てましょう。そしてどうしても考え方が合わなかったら無理に関わらなくていいじゃないですか。次回はカトリックの聖職者についてです。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。